アブロ・ランカスター。アブロ・ランカスターは、アブロ社が開発した4機のエンジンを持つ爆撃機。相性はランク。イギリス空軍が1942年に運用を開始し、ハンドレ・ページ・ハリファックス爆撃機と共に、イギリス空軍の爆撃機軍団に配備され、カナダなど他の連合国でも使用された主力銃。特に、ドイツに対する夜間の戦略爆撃で活躍した。 ランカスターの設計元は、ロールスロイス製、バルチャーエンジンを搭載した、新世代の総発中型爆撃機の P13-36 であり、P13-36 は、アブロ・マンチェスターとして採用された。マンチェスターは低性能というわけではなかったものの、空中安定性の不足、主翼面積拡大及び、垂直安定版追加で解消したや駅霊、V 型、ケストレルエンジンを、 双子型、X 型に配置したバチャーエンジンのシリンダー焦損やベアリング破損及び冷却不足による加熱などの不良に悩まされ200機が生産されたが1942年には運用停止してしまった。運用停止の背景にはバルチャーエンジンの信頼性不足はもとよりパイロットから作戦行動執行における不満的に撃墜される以前に 発動機故障で墜落したくないという反感があった。アブロ社の設計主任であるロイ・チャドウィックは、出力が高くて、より信頼性のあるロールスロイス製、マーリンエンジン4機を大型の翼に配置する、マンチェスターの改良を開始していた。この機は、アブロ683マンチェスター EE と名付けられたが、後にランカスターと命名され、 1941年1月9日に最初の試験飛行を行い、前作マンチェスターから大きく発展したことが判明した。ランカスターはマンチェスターを原型に作り直され特に胴体、中央部を延長したことにより、これまでにない広い爆弾層を持ち、特徴的なグリーンハウスコックピット、ガラス張りの温室に似た風、突出したタレット、機関銃を設置した旋回砲塔。 左右に突き出した尾翼など、マンチェスターの拡大改良型とはいえ、性能面では、さらなる拡充を見た機体となった。戦時中、多数のランカスターは、メトロポリタン・ビッカーズ社、アームストロング・ホイットアース社でも生産され、第二次世界大戦の後期には、バーミンガムにあったオースチン、自動車ロングリッジ工場でも生産された。ロールスロイス製、マーリンエンジンの量産不足と、 液冷エ,エンジンの銃撃による破損を考慮し、BI 開発と時期を同じくして、ブリストル製、ハーキュリーズ6、ハーキュリーズ16のエンジンを搭載した、ランカスター MKE も、生産開始に至ったが、マーリンエンジンの増産体制完備により、わずか300機しか生産されず、ランカスター MKE から、マーリンエンジンを搭載したが、エンジン以外の部分はほとんど手は加えられていなかった。 アブロシャロー、ニュートンヒース工場では3030 30機が生産された。カナダのオンタリオ州マルトンにあるビクトリーエアクラフトではランカスター MKX をはじめとする派生型が製造され、MKX は430機が生産された。それらはアメリカ合衆国のパッカード社で製造されたマーリンエンジンを搭載し、機体中央にある。 基準砲塔を新設したことなどを除いて初期型と大差なかった。すべてのランカスターは戦争期間を通じて生産が続けられた。1943年の時点で1機あたり4万5千ポンドマイナス5万ほどかかった。1942年から1945年にかけてランカスターは15万6千回の作戦に従事し、 合計で608,612トンの爆弾を投下した。作戦行動中に3,249機が失われ、100回以上の作戦に成功したランカスターは35機過ぎなかった。最も長く一機伸びた機は139回の任務を果たし、戦後の1947年にスクラップにされている。 ランカスター最大の特徴は、長さ10.05メートル33フィートの爆弾層である。この大型爆弾層によって、最初に運搬された大型爆弾は1800キログラム4000ポンド爆弾、クッキーであった。重要かつ堅道な目標を攻撃対象とした B1 スペシャル号は、爆弾層の扉を改造し、長さ6.24メートル5448キログラムの トールボーイカ、長さ7.77メートル、9979キログラムのグランドスラムなど地震爆弾を運搬できた。大半のイギリス製ランカスターは、当時としては、先進的な通信システムとして知られる1155型受信機と1154型送信機を装備していた。一方、カナダ製の機体と極東戦線向けの機体は、 アメリカ製の通信システムを装備していた。これらの通信システムは、無線通話やモールス符号通信だけでなく、無線誘導の機能も有していた。ランカスターの戦火で最も有名なものは1943年、バーンズ・ウォーリスによって設計された特殊なドラムを使用する反調爆弾、ダムバスターを改造された MKEE に搭載し、チャスタイズ作戦と呼ばれる。 ルール側のダム破壊任務に従事したことと言われている。後に、この任務をもとに映画、赤月の出撃が制作された。もう一つの有名な任務は、トールボーイを搭載して、ドイツ海軍の戦艦、ティルピッツへ行った一連の攻撃、パラベン作戦、オブビエート作戦、カテキズム作戦で、これらの任務は成功した。1945年後半の日本、九州に上陸する。 ダウンホール作戦では爆撃機軍団から引き抜かれたランカスターが連邦爆撃機派遣団タイガーフォースの主力爆撃機として沖縄から出撃する予定だった。ランカスターの派生型にランカスター4、ランカスター V があり、後にリンカーンへと名称が変更された。これらはリンカーン B1、B2 と呼ばれた。また英国海外航空などで使用された。 ランカストリアンは、ランカスターを元に設計された民間用の旅客機であった。アブロ・シャクルトンは、ランカスターの発展型で、1992年まで早期警戒任務にも従事した。1946年に、ブリティッシュ・サウス・アメリカン航空は4機のランカスターを貨物機として使用する計画を立てた。これらの機体は、リンカーンシャー州にある、 ブレースブリッジヒース社によって改造されたが、実際に運用してみると、経済的に効率が悪いことが判明し、1年で運用中止した。4機のランカスター EE は、フライトリフューイング社によって、空中給油の技術開発を目的に2組の空中給油機と受け油機として改造された。このうちの1機は1947年に、 ロンドン・バミューダ間の3355マイルを無着陸で飛行した。その後、2機の給油機はもう1機のランカスターを改造した給油機と共に、ベルリン封鎖における空輸任務に使用され、延べ757回の給油任務を行った。現存機は世界中に17機あることが知られているが、そのうち飛行できる状態のものは2機あり、 これらを実際に飛行させる際は慎重に行われる。PA474 がイギリス空軍のに所属しているほか、FM213 がカナダのワープレンヘリテージミュージアムにある。ちなみに PA474 と思われる機体が2011年の A、ウィリアム王子とキャサリン妃の結婚式の後、バッキンガム宮殿上空を飛行した。 生体保存機の一覧8.303インチ機関銃がランカスターの一般的装備で後に50口径連装機関銃を機体上部と尾部の双方で使用できるようになった。プレストングリーンは腹部50口径機関銃の銃座に使用できた。そして非公式ではあったが50口径機関銃も 20mm 機関砲も胴体に穴を開けて装備される機もあった。 ランカスターの大変態によるドイツ本土爆撃を描いた戦争小説。出撃前の爆弾積み込み、飛行、爆撃、敵や艦戦闘機とのバトルなどが詳細に描かれている。映画アリアン氏が死ぬまでに読むべき、必読小説千冊に選定。現代、ボマー。レ連ートン作。後藤康彦役。早川書房館。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。